植物だらけになって手入れするのが大変っつう。できるだけ現在ある材料を使ってちょっと長年経った古い木は塩まいたりお酒でちょっと清めてもらいます。おはようございます。金井隆一です。これから新しい現場のガーデンリメイクを始めたいと思っております。はい、植物だらけになって手入れするのが大変ということで一応ですね大きな樹木を一応全部撤去してで結構お客様が植木が好きで植物がいろいろ種類がありまして、まあそれを一回掘り取って植え直しもっと空間的にちょっと植物の面積花壇の面積を少なくしてまあ動けるエリアを広くしたいということで、でできるだけ今現在ある材料を使って全部リフォームしていくという仕事です。はい、よろしくお願いいたします。一応こういう感じで結構お客様が植物がいろいろ好きで長年やってきてうち古いのも結構あるんですけどどうしてもご覧のようにキャラそれからシマトレリコ背低くした形で手入れしやすくしてるんですけどどうしても面積を庭の空間の面積をちょっと取って取りすぎてあるんで、全部鉱木的なもののやつは一応撤去っていう形で、で、すっきりするっつ。で、ある程度植物でも小さい低木類関係の植物でまとめて、まあ、ここのスペース自体もできるだけ広く、ちょっとアプローチさせるんで、ちょっと生活しにくいっつうか、植物の植える面積をちょっと少なめにしていくっつう形です。植物がちょっと増えすぎて、まあ、移動空間においてもちょっと植物で結構邪魔になっちゃってるという部分があるんで、今まで貝塚で生垣になってたんですけど、この貝塚も取っちゃいます。ちょっと風通しを良くするっていう感じもありますけども、ちょっと手入れするのもなかなか大きくなってお隣の敷地に入っちゃったり、これはもうつる系はもうある程度剪定してちっちゃくするまた吹かし直しっていう、これは金木犀は一応取っとくっていう形がありますから、まあある程度剪定してこじなんかの透かしてこじんばりしちゃいます。はい。
もう動かさない植木は、まあ、剪定して小さくしたり、でこれなんかはもうソテツなんかは一回掘り取って他のとこに植えるように、もうここで混んじゃってますから、入り口もそうですけども、ちょっとソテツは移動したいと思っております。だから植栽に関してはこれ取れば空間が空くんで、その空いたところに、まあこの新規のソテツとかいうのは入れ込んでいこうかなと、端の方に。そうすれば小さっぱりした形で収まると思いますけど、はい。バックしたことはもう小さい一応地肥類とか株物なんかは一回掘り上げて、で多分こうこちらのこういう花壇でこういう材料が多分いろいろと出てくると思うんですね。そういうのを活用した形で組んでいこうかな、新しく。で今飛び石なんかもありますし、これも結構アプローチだと動いちゃうんで、こういうのも全部活用した形で新たに引き直しして、生活空間としてちょっともっと広くしていきたいと思っております。これ石なんかも結構石組みの出てきてるんで、でちょっと石組みなんかも剣がちょっととんがってるやつはちょっと目指したり、ちょっと大きいのはもうどのようなするか取った時点で一回考えますけども、っていうかこのステージにおいては多分張り替えはもう多分ひっついてんで無理なんで、あの土がここには入っていかないような処理をしたいと思っております。はい、ただ基本はもう出てきた材料を、まあ、素材的に、まあ、ブロックとかレンガとか多分埋まってる縁石で埋まってるやつがあると思うんですけど、そういうのを利用した形でこう構成を組み直していくっていう形を取りたいと思ってます。そうですね、だから探すのにも一回ある程度植物使えるやつは一回掘り取って、でグラウンドを見せるような形に持ってった上でやっていきたい、やっていかないと無理かなと感じですね。まあ、とにかく空間がすっきりするたびに大きいのだけ先に取って撤去する形になります。ですね、ちょっと長年経った古い木はやっぱお客様のためにはちょっとお客様自身が塩をまいたりお酒でちょっと清めてもらいます。木に対して伐根伐採もうあのここから撤去しちゃうやつはね、移設するやつはもう別に全然構わないんですけど、まあここでちょっと、まあ、伐採と伐根してしまうやつが長年ここで育ったやつですから、まあ我々よりお客様の方がそういう気持ちでやっともうなんか今日やっといてくれたんで、はい、で我々としてはまああの自分より年々上の木はあまり切れないと、いや切れないってだから若いやつが切る分にはいいんだけど、だから伐採伐根するときは意外と若いやつにやらせるみたいなそうそうそう、気持ち的にねだんだんそういうそうそうそう、やっぱり自分が70で経つと70でこうなってると、だからまあできればそういう木は
若者がこう、まあ、すごい気持ちの問題なんで、はい。もう朝を今お客様に聞いたら、お酒とお米とそれからお塩をかく巻いていただいたというお話だった。